あ、いや、ついてんな。魔力がなくなった。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことでね、今私がおるのが、このグレートベイの神殿の、一番最後のね、ボス部屋の前におるんやけど、実は何回挑んでも全く勝てない。微塵も勝てないので、とりあえず、最後に、もう一回だけ挑んで、無理やったら、ちょっと初日に戻して、とりあえずこのグレートベイの神殿のはぐれ妖精をね、これ15匹よ、今4匹しか集めてないんやけど、グレートベイの神殿の妖精、はぐれ妖精を全部集めたら、防御力が2倍になるらしくって、まあ、それで強化して、挑もうかなと思います。場所はね、ちょっと、パパパって集めたいけん、まあ多分分かってもパパパって集めれんかもしれんけど、とりあえず私、これね、大妖精のお面も持っとるけん、多少はマシかなと思うんやけど、まあ、妖精の場所だけ攻略見てやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず最後一回だけ挑もう。最後一回だけ挑もう。いくぜー。あ、最後一回だけって言っても多分動画的には一回、初めてなんかな、これが。になるんかもしれんけど。いや、一応ね、今までも、実は何回も映してるんだ。何回も映しとんやけど、きっとおそらくカットされているであろう。から。よし。でもね、マジで一番最初の時よりかは上手くなったはずなんよ。この巨大仮面魚、舞踊具。とりあえず敵の、あの行動パターンがさ、この私の今の足場、やめてくれよ、早速ダメージ与えてくるの。このなんかジャンプしてぶつかってくるのと、この足場にぶつかってきて、これ、最悪落ちた。この足場にぶつかってきて私を落とす、痛い。くそ、すでにもう2回もダメージを受けてしまった。私を落とすっていうのと、どんどんダメージ受けてく。とりあえずね、この敵に注目して、あ、当たった当たった、マジで、いや当たったんやけど、ちょっと今私行動遅かったけん、もう一回次のにしよう。多分降りていったところで復活すると思うけん、復活したした。この相手が水中におるときに、私が上から注目して、この、ブーメランで、ダメージを与える。さっきと同じぐらいになったかも。ブーメランでダメージ与えて、降りてからの、はい。ダメージ受け散った。隣でダメージ、じゃなかった。隣でバリアを張って、ダメージを与える。からの、多分ね、後ろから追いかけてきようよね。いやー、前から来た。そう、これね、あの、食べられて、咀嚼されるんやけど、これがさ、マジあの、ハート2つも持っていかれるんよね。きっちいよ。きっちいよ。でも、この、攻撃してダメージを与えるっていうのを3回繰り返したら、間違えた、3回繰り返したらね、あの口から稚魚、もう無理だ、あと1回食べられたらおしまいだ私。あの口から稚魚を放出するんで、また前から来るパターンかな。終わった。
から稚魚のシーン見せれんかったわ。はい、ってことで、1日目に戻って、じゃまた神殿1からになるけど、うわーやだー。ここの神殿マジめんどくさかったんよね、いろいろ。まあ、そこは多分ね、ちゃんと動画に載っとるけんあれなんやけど、まあ、とりあえず1日目に戻って、また1から神殿やっていくか。次はちゃんとはぐれ妖精をすべて集めるっていうことを目標に。まあ、なんか間空いとんやけど、発見してないやつがあるんかな。わからん、まあ。とりあえず戻ろう。ふぅ、またここまで戻ってきたぜ。ってことで、ここからちょっと、はぐれ妖精の場所とか、攻略見ながらやっていこうと思います。まずは、4つの松明に火をつける。あ、そ、松明に火をつける。あ、そっかそっか、これでいけるんか。炎の矢でいけるんか。デクの棒ねーって石を持った。じゃあこれで、火つけていきますか。え？ちょ、待って、1。はい、オッケー。なんかもうちょっと近くでやった方が良かったな。ね。とりあえず確実にやっていこう。え、ちょっと待って。これもしかしてあれか、時間経過で消える感じですか？そういう感じ？やめてよ。言って。落ちたー。あ、いや、ついてんな。魔力がなくなった。つらい。待って、どうせ戻ってくれるけん、ちょっと一旦入るね。え、魔力なくなったんですけど。ちょっと、つらいんですけど。ま、一旦進んでいこう、一旦ね。ちょっと、あれだな。とりあえず、一回はさ、もう自力でやって、動画にも上げとるけん。ちょ、二回目。サクッと行くためにちょっと サクッと行くためにちょっと今回は神殿部分も攻略を見よっか。ちょいと待ってね。ん？これあれかな？スタルチュラ倒してもはぐれ妖精が出てくるっぽいけど、そこのスタルチュラのことかな。おい、痛い。やっぱ至近距離からの攻撃はな。どう？イエーイ、出た出た。はい、2人目。オッケー。ちょ、満タンにしたいんやけどな、魔力。まあ、とりあえず行くか。なんか他に火を灯す方法ないの？ないんすか。なんか、こっからさ、きっちりまっすぐやったら、すべてに火がつくとかない？なんか、凄技って感じ。え、ちょっと待って、微妙にずれとるやん。ないわー。松明の位置ずれとるやん。ないわー、マジ。え、ついてないし。ちょ。一回分無駄にしたな、確実に。つかない。魔力。くっそ。え、で。んで、このなんか巨大な回転するやつね。で、ここの、水中。水中の、一番下にある、一番下、これ。これにさ、ちょっと待って、むずい。ね、割れないんだけど。
ね、全然割れないんだけど。あの壺の中にね、はぐれ妖精が入っとるらしいのだけど、ねえ、どうやったら割れる？あの壺前割ったっけ？これちょっと下すぎたかな。これぐらいの位置で構えといて、これか、割れた。しかし取れねえ。でこれをさ、次、違う、助けて。あのはぐれ妖精を取るために上に上がってくれ。他の部屋に入ってしまう前に上に上がってくれ。よし。で上に上がった。んでさ、あれはぐれ妖精が出たんやけど、なんかね、大妖精のお面で引き寄せるといいって書いとったんやけどさ、大妖精のお面今まで使ったことないけんよく分かってないんやけど、ここまで来てくれるん、はぐれ妖精。おいでおいで。なんかはぐれ妖精消えた？うわー、来た。うわ、すげえ、そんな感じなんや。はぐれ妖精を捕まえた。これで3人目だ。すげえすげえ。てか今のリンクの姿どう顔と体合ってなさすぎじゃね。え、なんでこの場合はさ、ゾーラとかゴロンみたいに体は変わらんの？すげえ怖えけど。あ、もうなんかつけとる感満載やね、これ。なるほど。